はいどうも、アニマルパテモトでございます。というわけで今回は120センチ水槽のねお魚たち、まあ、全部はねちょっとね映しきれなかったんですけども、まあどんな感じになってるかね、まあ全体的にでっかくなりました。あのみさんは変わってないんかな、でやっぱりこいつですね、エンドゥリケリーね、あとラプラディ、ちょっとあの背中で尻尾のところをかじられてますけどね、この2匹はでかくなりましてね、このねエンドゥリケリーに関してはね20センチ超えましたね、20センチ超えて、このブタブタな感じ、いやーいいね。下ごけで一番初めに買ったのこいつなんでね、大きくなったね。多分うち来てからでも4センチ、4センチぐらい大きくなったな。でのびさんこれちょっと測ろうと思ったんですけど、斜めになってたんで測れませんでしたが、これで20センチぐらいかな。20センチぐらいあるのかな。のびさんでね、チャンナップルクラののびさん。今日ねミルワームやったらねめっちゃ食ってました。やっぱ食うんやんってね。のびさんね近いな。綺麗な青してるわ。で、オスカーたち、相変わらず仲がいい。3匹仲がいい。アロワナ入れてからなおさらなんか団結力ができてる感じですよね。ブスだわ。でもね、大きくなったよ。尻尾入れて10センチか、もうちょいぐらいかな。ぐらいになりました。ロングフィンに関してはもう尻尾が長いんでね、10センチ以上あるのかな。まあ、だけど、ただ一番、触が細いんでね、ロングフィン。多分食べにくいんかな、ヒレが長いから。あと、このアルビノ、どんどん尻尾が黒くなってきます。はい。のびさんです。で、ちょっとね、荒くれ気味なんですよ、のびさん。何者にもね、突っかかる。触れるものをすべて傷つける。まあ、傷はつけてないけども、絡むね。どんどん絡んでいく。常に中でその辺、ガン飛ばしてますからね。まあ、かといって襲うほどではないですよ。そんなにもこいつがね、この水槽の中ででかいっていうわけじゃなくなってきてるんで、最初はね、すげえオスカーと追い回してたんですけど、オスカーもでかくなってきたからね、このように威嚇するんですよ、こいつ。まあ、ただビクともしねえ。オスカーはビクともしねえ。ポーンみたいな感じですね。ちょっと当たったなんて。で、ラプラディ。これね、一応ちょっとこの時測れなかったんですけど、15センチぐらいになったのかな。この時エンドゥリケリーをね、エンドゥリケリー測りましたけど、20センチほどは。20センチを超えたかな。で、測りにくいんですよ。ほんと、まっすぐ行ってくれるの。この時かなと。この時測れたかな。で、オルナティピンニスもちょっと出てないんですけど、オルナティピンニスとこのラプラディね、一緒ぐらい。15センチぐらいになってます。この顔、たまらんね。このちょっとブスな、この顔。やっぱ下こきはこのコミカルな感じがいいね。顔が。でですね、最後にこちら、アジアロワナ、尻尾が大変な目にあって、ウロコもぶっ飛んでたんですけど、ウロコがね、だいぶ再生してきました。わかんないでしょ、わかるから、ちょっと黒くはなってるんですけど、なんかね、最初ね、あれ、薄膜張ってるな、みたいなのになってきてて、なんか、ウロコって僕の中で爪みたいに根元の方からしっかりしたのが伸びてくんのかなと思ったら、そうじゃなくって、なんか薄い膜がウロ、ちょっとずつ丈夫になってくる。かさぶた方式、爪方式じゃなくかさぶた方式みたいな、まあ、かさぶた方式じゃないか分かりませんけど、なんか伸びてくるんじゃなくてうろこになってくるみたいな、表面がうろこになってくるみたいな。あとですね、尻尾ちょっと生えてきてしょ、ほら根元の方見てもらったら尻尾ねちょぎれてたとかね、ちっちゃいひげが生えてくるしてるんですよ。薄い感じ、オブラートみたいな感じ、オブラートみたいな感じのやつが生えてきてます。この調子で多分伸びていくんでしょうね。多分尻尾は伸びてくると思います。うろこはなんか、浮き上がってくるみたいな。仕上がってくるみたいなね。感じなんじゃないのかなって。まあ、これね、背中の3枚。結構色が、黒くなってきました。まあ、というわけで、今日は、アニマルパテモトの120センチ水槽の方々の紹介でございました。というわけで、アニマルパテモトでございました。アニマー。